地にある。助けナイトのモンスター効果発動。このカードが墓地にあり、手札がゼロでモンスターの攻撃を受けた時、このカードを特殊召喚し、さらにこのターンのバトルを終了させる。カードを1枚捨てターンエンド。俺のターン、ドロー。俺はレベル4のガガガガードなど、助けナイトでオーバーレイ。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーゼ召喚。現れろ、ヒロイックチャンピオン、エクスカリバー。エクスカリバーの攻撃。そしてこの瞬間、エクスカリバーの効果発動。オーバーレイユニットを全て使ってバトルの間、攻撃力を2倍にする。シューティングスタードラゴンの効果発動。このカードは相手ターンに一度除外できる。この効果を発動した時、相手モンスター1体の攻撃を無効にする。俺は速攻魔法ダブルアップチャンスを発動。モンスター1体の攻撃が無効になった時、その攻撃力をバトル中2倍にし、もう一度攻撃することができる。トラップカードオープン。ガードブロック。この戦闘によって発生するダメージをゼロにする。そしてデッキからカードを1枚ドローする。俺はカードを1枚捨ててターンエンド。エンドフェーズにシューティングスタードラゴンは自身の効果で戻ってくる。俺のターン、シューティングスタードラゴンでを攻撃。当たりか。トラップ発動、ガードロー。なんとか防ぎ切ったぜ。ターンエンドだ。最強デュエリストのデュエルは全て失点。ソローカードさえもデュエリストが想像する。シャイニングドローだ。俺はマジックカード死者蘇生を発動。希望ホープレイ。ランクダウンマジックヌメロフォール発動。キャットミングだ。俺未来をオープン。俺は未来王ホープで攻撃。いっけー、未来王ホープ、ホープフューチャークラッシュ。トラップ発動、スピリットフォース。このカードはプレイヤーが受ける戦闘ダメージを一度だけゼロにし、墓地の守備力1500以下のモンスターカードを1枚手札に加える。さあ来い、俺のターン。走れ走れ。俺はジャンクシンクロンを召喚。ジャンクシンクロンの召喚に成功した時、墓地の救世竜セイバードラゴンを特殊召喚。さらに墓地に送ったレベルスティーラーの効果発動。俺は手札からスピードスペルデッドシンクロンを発動。シンクロ召喚に必要な素材を墓地から除外することでシンクロモンスター1体を特殊召喚することができる。シンクロ召喚、一生せよバーダストドラゴン。レベル8のスターダストドラゴンとレベル1のセイバードラゴンをチューニング。集いし星の輝きが新たな奇跡を照らし出す。光さす道となれ。シンクロ召喚、降来せよセイバースタードラゴン。セイバースターの効果を無効にする。トラップ発動、エクシーズリフレクト。このカードはモンスターエクシーズが効果によって破壊されるとき、その効果を無効にし、相手に800ポイントのダメージを与える。何、そんな。これが俺の場に残った最後の希望。スピードスペルスピードフュージョンを発動。現れろ、波動竜騎士ドラゴンエクテス。この瞬間、波動竜騎士ドラゴンエクテスの効果発動。ドラゴンエクテスはシンクロモンスター1体を除外してエンドフェーズまでそのモンスターの効果を得る。俺はセイバースタードラゴンの効果を発動。ナンバーズの効果が無効になるなんて。ドラゴンエクテスに攻撃、ファイナルジャベリン。